はい、皆さんこんにちは。京都のマサです。先日ね、5月8日 7D2 公演ね、 7D2 スペシャルイベントっていうのが正式な名前ですけどね、それに応募したら当たったんでね、行ってきたんですけど、制服の目はね、本当はね、松川美優ちゃん入りたかったんですけど、生誕祭ね、全然3月以来当たらずに入れずにだったんですけど、なぜかこの公演はね、割といい席で入ることができてね、すごい良かったですね。で、今回ね、僕もともとその箱推し的な感じだったんですけど、ずっと SKE はね、7D2 は、特にその7期もそうですし、ドラフト2期も、すごくこう期待していた木でもあったし、好きな木なんですよね。そういうのもあってね、ちょっと今回は行けて嬉しかったですね。やっぱりみんなね、成長してもう大人になって、一番こう年下メンバーだった上村あゆかさんがね、もう20歳になってね、全員20歳以上に、なってましてね、そういうのもすごく、感慨深いものがありますよね。今回ね、8人もうだいぶ減ってしまいましたよね。当初はね、7期だけでも十分人数いたんですけど、ゼロポジションでね、こう 7D2 対8期の対決とかね、そんなのでも、7D2 ってくくりに、いつの頃からかなって、結局ね、ゼロポジ関係でいうと6期生は6期生公演っていうのをね、イベントみたいな感じで初めはやって、その後ゼップ東京の方でねやって、でその次に今度は 7D2 でやらせてもらえるのかなと思ったら、そうはならずに 7D2 はね、8期とのそういう番組内での対決を経て、公演、結局8期に負けて、8期はだからゼップでやったんですよね。で 7D2 はできなかったんですよね。その時涙を飲んでですね、みんなね泣いてましたよね。でその後ですか、2021年かなに 7D2 公演っていうのが、劇場公演で行われて、で今回は、公演としてはそれに続くものなんじゃないですかね。イベント的なことはね、毎年 7D2 で何かしらやってはいるみたいですけどね、公演としては、2回目だと思いますね。で今回ね、演目で言うと、まずね、オーバーチャーが来て、でパーティーが始まるよ、1曲目ね。2曲目は重力シンパシー、3曲目は好き好き好き、でその後 MC ですね、 MC 自己紹介が入って、で質問コーナー、質問コーナーっていうのは、あらかじめね、入場前にこう紙で投票するのが設けてあって、それに、投票した内容でこう選んで質問コーナーっていうのをやってたんですけどね。で4曲目がいい人いい人詐欺、これこそあれですわね、 7D2 らしい楽曲ですわね。で5曲目が前のめり、これはマーヤンのセンターですね。で6曲目が君のことが好きだから、
でその後 MC か MC で思い出写真トークですね。だから写真を今度織り交ぜて、うん、トークをしていくんですよ。これがね、すごく良かったですね。クイズ形式でねやったりもあって、まああとはその自分たちでねこう持っていた写真、非公開の写真とかを出したりするねところがあって、でその後がゲームですかね。うん、チームに分かれて、チームお姉さんと可愛いトップ4っていうね、まああのチームお姉さんの方が菅原麻也さん、上村あゆかさんで、太田彩香さんで、高畑優希さん、まあ、この4人がチームお姉さん、まあ上村さんはお姉さんじゃないんだけど、で可愛いトップ4の方が相川ほのかさん、末永桜花さん、浅井優香さん、水野愛理さんでしたね。でまあそこで、うん、まあ、ポーズを揃えたりするね、電信ゲームみたいなのをやったりして、うん、勝敗を決めるっていうような、まあ最後はね、うんと、あっち向いた方がいいか、あっち向いた方がいい、やってもう一個なんかあったかな、うん、でも結局センブリ茶を最終的にはなんか全員で飲むというすごくねこうエモい時間でしたね、そこはね。でそこのゲームが終わって、今度は7曲目が水のないプール、まあ、これは最近ね制服の目公園で研究生のを見てるだけにね、なんか、うん、余計とあれでしたね、その楽曲の、うん、をまたねこう 7D2 の、まあ、今でこそもうベテランメンバーになってる子たちがねやってるのと被ってこう、うん、エモいなっていうね。で8曲目は無意識の色、まあ、これはハタゴンがセンターでしたね。でハタゴンがねまたこのまあ終わった後、まあ、分かるんですけど1サビの歌詞間違いをね指摘されて、結局最後はね一人でアカペラでやってましたね。なんか、うん、杉山愛香さんにねアイアイに振り習い直したみたいなね、うん、まあ、アイアイにも来てほしかったよね、なんかせっかくだから。そこ、うん、そんなハタゴンが間違ってまたもう一回ねアカペラでやるんだ、そこでおいおいみたいな感じでね入ってきてもらうとかね、なんか、うん、そんな演出があったらもっとみんな湧いたんだろうなと思うんですけど、まあでもねそこの現場にいないメンバーたちね、うん、まあユナナだったりナルピーだったりね、まあマチオトハちゃんだったりね、まあ後藤ララちゃんはねだいぶ前に、辞めてるからあんまりこう 7D2 の、うん、印象は薄いけど、でも、うん、やっぱりそういうね常にいたメンバーね、まあ、あとこっちゃんね、まあ、今でこそこっちゃんっていうと研究生のこっちゃんが思い浮かべる人多いんだろうけど、やっぱりこっちゃんっていうとね白井琴乃さんをまあ、僕は思い浮かべるんですけどね、なんかそういう人たち一生懸命やってた姿をね、うん、
まあ、そこの舞台にいるメンバーだけじゃないね子たちもなんかいるような気がしてね、そういう意味では本当こう、懐かしさのあるねいいイベントでしたね。でまた今回ねこの中から2人卒業してしまうんで、あとはもう6人になってしまいますからね、まあ、今後こういうイベントができるのかどうか分かりませんけど、まあ少なくなってもねやってほしいなって思いますよね。あのみんな面白いし、みんな喋れるし、喋れてね面白いし、まあ可愛いしね、可愛さも、まだ健在ですしね、まあ、実やっぱりみんなやっぱり若かったからね、他の木と比べても8木が入ってきても72の方が若かったですからね、それくらいこう、72っていうのはちょっと特殊な木ではありますよね。あの、ちょうどレナさんがね辞める前に入ってきて SKE がこう変わっていく一番最初のこう一期生ジュリナさんとレナさんでね、牽引してきた SKE の流れっていうのが大きく、まあ、レナさんが辞めることで大きく変わろうとしていた時期にね、期待されて入ってきた子たちですからね。で実際、そういう期待にね応えてる気ですよね。あの、まあ、もう辞めてしまったけど大畑優奈さんね、優奈がセンターやったり、今ではね末永大岡さんね、大ちゃんがセンターやってますし、長屋メロワチームの、ね、リーダーやってますし、あゆかぴょんもね副リーダーもう長いですよね。あゆかぴょんね若いのに副リーダー、頑張ってますしね。で最近だとねあのあゆかほのかさんも副リーダーになりましたしね。でこのメンバーだったら僕はね今、いるメンバーだったらやっぱり浅井優香さん、まあ昨日もだからピンクのサイリウム1本だけ振ってたんですけど、やっぱり優香さんのこうなんていうのかな、見てて癒されますよね。その、すごく一時ちょっとね休んでたんでね、せっかく新公演ができる新公演の練習をみんながしてるタイミングのところね休んでたんでね、復帰してくるのかどうなんだろうっていうね、まあ、好きだったね先輩がね辞めてしまって、まあ、そういうののショックもあったのかもしれないんですけど、でも元気にね戻ってきてくれて本当すごく嬉しいですよね。なんか本当ね最近ちょっと卒業していくメンバーが多かったりしてね、ちょっとこう気分的にモヤモヤしてたところはあったんですけど、昨日の公演行ったら本当にねすごい声援で、やっぱりみんなそういう気持ちなんでしょうね。応援を必死でねやってて熱い、SKE のこう公演はやっぱり熱いなっていうのをね、まあ、肌で感じて、まあ、本当良かったですね、まあ、またこういう公演やってほしいなと思います。それではね今日はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。